江崎道夫のネットブリーフィング。この番組は扶桑社さんのご協力で配信しております。本日も評論家の江崎道夫先生にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。今日のテーマは、半島情勢と日本版 NSC、はい、国家安全保障会議についてです。はいはい、ですね、安倍総理がずっとフェイスブックやってるのをご存知だと思うんですが、その安倍総理のですね、8月29日北朝鮮が我が国の上空をこう通過するミサイルを発射した時のですね、時にフェイスブックをアップしてまして、まあ、緊急の国家安全保障会議、まあ、日本版 NSC っていうんですけどね、の開いて、まあ、政府がこれに対してどう対応するのかっていうことで写真を載せてるんですね。その写真が安倍総理がいて麻生副総理がいらっしゃって、で河野ですね、党幕議長が書類を見ながらですね、安倍総理に説明をしているっていう写真を載せてるんですよ。で、まあ、党幕議長っていうのは陸海空、まあ、三自衛隊の全体のトップの、まあ、人なんですが、ここでですね、まあ、重要なのは多分ですね、戦後ですね、自衛隊のトップが総理に直接ですね、安全保障について、まあ、意見を愚信して聞いている場面を見せたことは多分ないんですよ、これまで。でその写真を載せたというのは非常に僕画期的だと思うんですね。それ何かというと、いろんな意味があるんですが、一つは稲田前防衛大臣の時にいろいろあって、自衛隊の皆さんとですね、この政府との信頼関係が損なわれたんじゃないかとか、まあ、いろんな話がいろいろありましたよね。まあやっぱりね、どうなんだみたいな、まあ実際のところどうなのか分かりませんよ。でもやっぱりこの制服自衛官の皆さんからすると、稲田防衛大臣は俺たちのことを信用してくれてねえんじゃないかみたいな、日本問題でね、いうような話もあって、まあ、いろいろあって、まあ、桜林さんなんかもこれを使ってね、制服とね、自衛隊、政府のね、信頼関係を壊そうとしている動きに乗っちゃいけないということをおっしゃってる。でこれに対してやっぱり安倍総理さすがだなと思うんですが、この国家安全保障会議ミサイルというものすごい大きな時に、自分たちは、ね、君らのトップをきちんと呼んで話を聞いて自衛隊皆さんを頼りにしてますよという明確のメッセージを送った。で繰り返し見ると、そういう映像を見せたの多分戦後初めてなんですよ。っていうのは尾崎さんわからないと思うんですが、昭和の時代はですね、制服自衛隊と自衛官と政治家が一緒になる見せると、この軍の暴走だとかね、得意ですね、ね、シビリアンコントロールを逸脱してるとかね、ね、また戦前の軍国主義の道だみたいなね、いう報道があって、この制服の自衛隊の人たちがこの政治に関わるということに対してものすごい、このなんていうか、このまあアレルギーというかタブーみたいなものがあったんですよ。でそのタブーみたいなものをやっぱり安倍総理は壊さなきゃいけないと。で、まあ、前も言ったかもしれませんけど、僕はだから30ぐらいの頃に中川翔一先生、安倍総理の兄貴分のね、中川翔一先生がやっぱりそれまではですね、安全保障の政策を作るときに防衛省 の、 背広組といって内局っていうんですけどね、内局の人たちと自民党の先生方が部会で我が国の防衛政策どうするのかって議論してたんですよ。で制服自衛官はほとんど来れなかった、現場を知らないというか、現場にいないその背広組と、そうってことですね。そう、現場をいない背広組の人たちが来て、自民党の部会に行って、ね、防衛庁の役人たちがね、まあ、当時防衛庁だったので、役人がこうああだこうだ言って、我が国の安全保障どうするんだみたいな議論をずーっとしてて、制服の人たちはそういう場に来れなかった、
なんか今からするとちょっと信じられないよね。そうですね、あまりなんか現実的な議論できてるのかっていう、その通り疑問はありますよね、うん、だから現実的な議論しなかったんだけどねだから本当に現実的な議論だから何もしてこなかったわけだけど、もうしてこなかったし、もう詳しいことちょっと聞かれると背広組の人はうーんって説明できないわけね。それでどうなんですか、わかりませんで終わるんですか、その場合。いやだからまた持ち帰ってきますみたいな話で、実際に背広組の人が出てくるようになったのは湾岸戦争ってわかります、はい、アメリカ アメリカで中東で湾岸戦争が、はい、あの湾岸戦争の時に掃海部隊を送るとか、はい、あの PK を送るとか、ああいう話になってもうこの制服の人たちが対応できなくなってから、うん、ようやくこの制あのいわゆる自衛官制服の人たちが自民党の部会に来れるようになった、うん、それでもこうこそっとって感じ。湾岸戦争からなんですか。湾岸戦争ぐらいから。でそういう状況に対して、ね、だから中川翔一先生なんかは、うん、やっぱり実際にね現場でやっているあの制服の人たちの話を聞かなければ、うん、安全保障なんて考えれないと。そうですよね、そりゃそうですよね。そりゃそうでしょ言ってだからその中川翔一先生なんかはもう要するにこそっとね、あの要するにあの制服組の人たちとのね、うん、勉強会安全保障の勉強会やってって、まあ、そこに僕は、まあ、混ぜてもらってたってか、まあそうそう、まあ、端っこの方にこそっといただけなんだけど、うん、まあ、おらしてもらってたっていう、でそういう中川翔一先生の考え方をやっぱり安倍総理はよく分かってらっしゃって、うん、やはりこれは別にその、ね、日本を軍国主義にするというんじゃなくて、うん、責任ある安全保障政策を考える上では制服の人たち現場の人たちの意見をちゃんと聞くべきだと。それは決して内局の人防衛省の役人をないがしろにするんじゃなくて、防衛省の役人には役人のやっぱり見識があるし、でも制服には制服の見識があるから、じゃあその両方を活用すべきだということをやってて、いやまあいう考え方からやっぱ安倍総理は安全保障のことについてはものすごい深く考えてらっしゃって、でね、でこの、まあ、映像出ると思うんですが、とにかく重大な脅威に対してね、このね、河野倒幕議長、倒幕長、わざわざ来てもらって話を聞いてますと。でそもそもですね、この国家安全保障会議っていうことについてもこれですね、いや地方で講演行くと、これが第二次安倍政権になって発足したわけですが、はい、これがどれほどすごいことなのかが意外と知らない人が多い。はい、わからないです。で、ですね、国家安全保障会議って、まあ、要はどういうことかというとですね、まあ、これ、まあ、ですね、前の号の正論9月号の僕は辞表にですね、ちょっと書いたんですが、この安倍安全保障政策を立て直した安倍政権の功績っていうことで、この中でですね、要は、第二次安倍政権を発足した翌年、自民党はですね、防衛計画の対抗といって、我が国の安全保障の防衛計画をする安全保障政策っていうものを、まあ、作ってやってるんですが、なんと我が国のですね、安全保障の基本になっているのは国防の基本方針っていうんですけど、はい、これってですね、できたのが昭和32年なんです、うん、生まれてないよね。僕も生まれてないからね。だいぶ昔です。誰もが言っちゃダメですね、うん、もうね、60年前なんだよ。でこの60年前に作ったこの国防の基本方針を、ね、ただの一度も何も変えてこなかった。憲法みたいですね。憲法だよ。憲法もひどい。憲法はまあね、もうひどいけど、憲法の下でどうやって我が国を守っていくのかっていう、その国防の基本方針を60年間変えてこなかった。こんなに日々ね、もう日々日単位で変わるじゃないですか、情勢って。情勢か。それなのに60年60年よく持ちましたよ日本。よく持ちましたよ日本。その通り、本当によく持ちました日本だよ。要は冷戦中はアメリカの同盟、日米同盟の下でやっぱり日本はほらアメリカの同盟国ですって言っとけばよかった、うん、で具体的に考えなきゃいけないのはソ連がね、北海道を攻めてくるかもしれないから北海道防衛ぐらいで、それ以外ほとんどまともに考えなくても済んだという時代がずっと続いてきたので、まあ何にも考えなくて済んだ、は
もう平和を愛する諸国民のおかげで日本はやってくれた。そうだし、あとほら、ね、当時野党は社会党っていうのは、社会党がね、憲法9条は、ね、守れって、ね、自衛隊権だっていうのに対して、自民党、いや自衛隊は合憲だ憲法9条変えないといけないんだっていうことのね、綱引きをさ、30年40年やっとけばよかったんだから。で、具体的にじゃあ我が国どう守るのかっていうことの議論はほとんどしなくてよかった。もうね、非常に、まあ、牧歌的といえば牧歌的な時代がずっと続いてきたわけです。それがやっぱり湾岸戦争になって、具体的にそのアメリカのね、日米同盟守るって言っておくだけじゃ済まなくなってきた。だからやっぱ中東とかね、やっぱりその世界の中で経済大国、まあ、世界の中でも大きな大国である日本が、あの世界の平和と安定のためにそれなりの役割を果たさなきゃいけないんじゃないのっていう議論が出てきて、ようやくそういう具体的な議論をしていくんだけども、でそのこう、じゃあ60年前の国防方針見直そうという時に、安倍政権のすごいのはですね、はい、これを防衛省でやるんじゃなくて、官邸に置いた国家安全保障会議でやりましょうと言ったんです。官邸主導のっていう、そうで、この官邸主導のっていうことの意味もですね、あの普通に一般の人はちょっとみんなわからないんですが、我が国の安全保障政策っていうのは防衛省、防衛庁で行われてたわけですね、で逆に言うと防衛庁だけで行われてたわけです、はい、外務省とか国交省とか、経済産業省とか財務省とか、各省庁とは関係ないわけです、そこはもう一切入らない、入らない、防衛庁だけで議論をする、ってことはですね、財政的裏打ちどうするのかとか、ね、あの空港行政ね、港とか飛行場とか、ああいうもの関係する、国交省も関係する、ね、まあ、今回の国民への、あの国民保護法で言えば総務省とか文科省とか、国民が攻められ、ね、攻撃食らった時どう守るのかとか、それはもうそういうところが関わってくる、ね、で経済問題、各国との通商政策なんか、もう今回だって北朝鮮の問題で、要するに石油を止めるとか、そういう経済問題やってるよね。これは経済産業省、要はあの経済政策、防衛、ね、それから財政の問題、国民保護、さまざまなもの全部が関わるのが国防なんだけど、戦後ね、ずっと国防は防衛庁だけの議論だった。各省庁と連携してやるべきものを、そうで防衛庁だけで議論してる。だから議論してるので、あの全然前に進まない。そうですね、なんかもうここで話してる感じですもんね。そうだから全然なんていうか、こう議論を、まあ、だから全く前に進まないし、現実性がなくて、まあこの間あの樋口恒治先生と話をしててね、あの樋口恒治先生の平和という病っていう本を書いた、まあ、まあ安全保障の専門家の人と話をしてて、いや我が国はね、あの有事法制が通って、昔はですね、有事の時に戦車があるでしょ、戦車がずっと通ってるんだけど、ね、あの道路通る、道路通るんだけど、ね、道路通るにあたって信号があるじゃないですか。信号が赤信号になったら止まんなきゃいけない。あで信号無視すると信号無視って切符を切られるって。信じらんない信じらんないでしょ。でこれがね、じゃあ今から10年前にようやく信号を無視してもよくなったわけ。何それ何ですかそれは。いやだからね、有事法制これ前に進んだからよかったですねって言ったら樋口先生がね、いや伊崎さんって、いやオチがあるんですって言うんです。あるんですか、まだあるんですか。あるの。なんとね、ね、信号を無視していいことになった、ところが、ね、道路って橋があるわけね。はいはいはい、ね、橋が、ね、あの戦車の重さに耐えれない。戦車の重さに耐えるように橋を作ってないので、あえてじゃないですよね。あえて、うん、あえてですか、うん、あえてそういうふうにしているので、しているので、ね、あの橋を渡れないんですと。だから江崎さんね、あのいや僕ね、あの10年前の有事法制でようやくね赤信号ね対応できてよかったですねっつって前進してるじゃないですか。江崎さん甘い甘いって。じゃあもう北海道本州とか四国とか行けないじゃないですか。行けない行けない。
要はそれ何かというと、ね、国交省と防衛省の中で全然議論がなくなってないから。連携ってすっごい大事ですね。連携大事だ、大事すぎるだろうぐらい。もう基本もう大前提ですよね。大前提だよ。でもだからその大前提の議論が全然できてなくて、で60年間国防の方針を変えてこなくて。それを安倍さんが、だから安倍さんは、だから安倍総理はそれ分かってるので、ね、国家安全保障会議っていう、ね、外交防衛経済を含めた総合的な安全保障戦略を作って、はい、国際情勢に迅速に対応して防衛政策を決める、国家戦略があって防衛がある、という本来の国としての在り方を作りましょう、そういうことを議論する枠組みを第二次安倍政権になって初めてできた。なんかやっとまともな国に近づいてきた感じ、うん、でね、こういうやっとまともな議論の枠組みを作ったことを講演で喋ったら、ってみんな驚くやってて、だから僕はね、そんなことみんな知らないのって私と同じ反応だ。よかったというか、まあ、というか よくないですけどね。本当はまあ知ってた方がいいと思いますけど。うん、いやもちろん ね、国家安全保障会議のもとに対外インテリジェンス機関って言ってね、情報機関をちゃんと作んなきゃ機能しないって問題があるけども、まあ一却下ゼロ化で言うとまあ話にならないんだけど、今まで全くなかったのがようやく各省庁を踏まえてやっていく。でなおかつその国家安全保障会議の中にはオブザーバーで、ね、統合幕僚長みたいなそういう制服組のトップの人たちも参加することができるっていう仕組みを作ったわけです。で日本の国家戦略というものを考える上で、そういう制服組のトップを入れて議論しますという枠組みを作って、だから、ね、この間の8月29日にね、河野統幕長が統合幕僚長が来て、ちゃんと説明する写真になった。だから実はこの写真ってもすごい深い写真、深い写真でいやこれなんでメディアこれを大きい、まあだからまあ分かんないんだろうね、分かんないからもうスルーしちゃったっていう。だからまあ映像でね、この幕僚長が官邸にね走っていってる写真だけはテレビに出て、であれだって要はそういう制服のトップの人たちの、がねやっぱりこの総理大臣と連携してねしっかりやるようになってる、ね、これ当たり前と思ってるかもしれないけど第二次安倍政権になってようやくできたんです、これね本当にすごいことなんですよ。もう今までの話を伺うと本当にすごいことなんだなこれって、ってすごいことです。でなおかつやっぱりここですごいのはですね、そういう世界国家戦略に基づいてやっぱりこのじゃ もう10年間じゃあ我が国の安全保障政策っていうのはですね、まあ、防衛改革の対抗とかいうのを作っていくわけですが、この防衛改革の対抗でやるともう前例踏襲前例踏襲前例踏襲で時代状況と全然関係なく我が国はこうします、ではこうやってやってますみたいなことやってたわけです。お得意の前例踏襲、そう前例踏襲官僚だからで政治がそれに反映する仕組みはなかったんだけど、国家安全保障会議っていうのを作ってね、そのもとに NSS というですね国家安全保障戦略っていうものを作って、この NSS のメンバーたち、まあ、これは制服の人たちも入ってるわけですけど、このメンバーたちが、ね、この今の内外情勢の中でどういう防衛安全保障戦略を優先するのか、まんべんなくやらなきゃいけませんよじゃなくて、こことこことこことここを優先的に予算を配分しながら対応してきますという初めて防衛戦略が打ち出されるんだと。初めて、初めてです。でもやっぱ現場の人がいないとわからないですよね。本当にわからない、わかるわけがないですよね。わかるわけがない、わかるわけがないんだけど、わかるわけがなくて済んで、でね、そのわかるわけがないのに自衛隊の防衛庁の役人が自民党の部会に来てね、そうペーパーを説明してこうなってます読み上げるみたいな、読み上げて説明して、それに対して自民党の先生方とかね、いわゆるいろんな先生方がこれはどうなってんだ、あれはどうなってんだって言って文句をつけるだけ、まあイチャモンつけるってですね。でそれだけで結局前に進まないみたいな、劇みたいですね。
で、それでね、だから よくだから我が国成り立ってきたよねって僕は思うんだけど、だからこれをね、とにかく絶片的に立て直すっていうことを、とにかく安倍総理、第二次安倍政権でやってるんですよ。やってるから、このミサイル問題とかなんとかにも対応できるし、トランプ政権になって、もうほら、中国、ロシア、いろんな問題ガタ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 こうすごい動いてるじゃないですか、これに対してそれなりに対応できてるのはこの国家安全保障会議と NSS という仕組みを作ってなきゃ無理。安倍さんはやっぱそういうところ分かってる方なんですね。そういうことをよく分かってらっしゃると思うし、不幸なのはそういう安倍総理もけど安倍政権の凄さを肝心の与党の先生方がよく分かってないように見えるのが非常に不安なもので、いやで僕本当これ繰り返すけど、この NSC の問題は僕もなんかこの NSC の法案の時の、ね、審議で僕その時は永田町にいたので、これがいかにすごいことなのかっていうのをもう、ね、政治家の皆さんにずっと説明して、だからこれ絶対通さなきゃいけないんだと、いうことで僕はね野党の人たちなんかもずっと説得回ったことがあるんだけど、だから分かってるもんだと思ってたんだけど分かってないんだよね、これはね。分かってないです。分かってないからこれいちいち説明しなきゃいけないんだよねっていうことなんだけど、まあそれぐらい日本はグダグダだったということでございます。でこのじゃあ、まあ、日本版 NSC の下でですね、じゃあ、まあ、防衛費 2% の問題についてどうなってるのかっていうことについてはですね、まあ、ちょっともう少し取材をして、まあ、次回ぐらいに報告をしたいというふうに思っていますが、まあ、とにかくなんかな、まあこれ統治機構改革って言い方をしてね、はい、我が国の政治の仕組みを変えなきゃいけない、仕組みを変えなきゃいけないっていうことを我々言うんですが、それは現行憲法の下でもできることなんですよ、だって日本国憲法の9条には、ね、国家戦略を定めてはいけないなんて書いてないし、はい、ね、そうだからで書いてない禁じられてないことはいくらでもできるんでね、でそのできることをもうどうやって考えるのかっていうことをやっぱりしていかなきゃいけないし、まあ、僕らとしてはだからまあねまあいろんなね安全保障の専門家の皆さんとか、まあ、最近は旧軍っていうか旧自衛隊のね幹部の人たちとももうね頻繁に、まあ、安全保障に関するね議論をずっとしているんだけども、制服の自衛官の皆さんたちもこの NSC ができてこれに対応したやっぱり問題提起をしていくようにしていかないといけないと、で安倍政権はそういうことに対応できる政権だという意味で自衛隊の幹部の人たちなんかもですね今頻繁にいろんなことで雑誌にものを言い始めてるんですね。制服自衛官の人たちが頻繁に言ってて、まあ、次の、まあ、10月号なんかでもですねもうこれ、まあ、河野統幕長もこれインタビューの、まあ、こうやって出てますけども、それ以外にもねここに出てるのは香田さんだとか持田さんとか日箱さんとかもう自衛隊の官房 OB がみんな出てきて安全保障の議論をガンガンしてるんですが、これなんでそういうふうになったのかっていうと安倍政権がそういう制服自衛官の知見というものをきちんと採用しようとしているという空気というかそういう実際にそうなってきてるということがあるからなんだということもですね、まあ、理解してもらえたらいいと思いますし、多分、まあ、僕の番組はともかくとして桜林さんがやってるところの番組なんかは官邸の連中一生懸命見てると思いますよね。まあこの間官邸の人ちょっと話をしてたら江崎さんチャンネルクララ出てるよねとか言ったんで、おあご存知ですかって言ったらうんとか言って、本当ですか、いや見てるからとか言って、先生あせいや言っちゃいけないんだ、理解しまし、ね、ね、YouTube とかご覧になるんですかって言ったらやっぱ最近は見てるって言って。だからやっぱりねそういう空気になってきてるんだなっていうのも、まあ、ものすごい、まあ、感じますよね、はあ、ということで皆さん本当にありがとうございますまた我々というか、視聴者の方もちょっと注目されてた概算要求とかの話もまたいずれちょっと伺えたらと思います。今日はありがとうございました。